レッスン4のパピークラスの様子のご紹介です。まずは集中を取るためにウォーミングアップをしていきます。それぞれのワンちゃんの得意な指示を出してもらっているところです。クルーン反対やお座りの指示を、人の正面とそれからヒールポジションでもどちらでもできるようにしておきましょう。ジャックラッセルテリアのゆめなちゃんも今日初参加ですけれども上手にできました。今日は立ち上がる立っての指示を練習しています。お座りの姿勢から立ってお鼻を引っ張ると立ち上がることができますね。そして立っての姿勢からの伏せも練習していきます。立ってからお座りをせずに伏せの指示に入ります。スナッフィー君も立ってから伏せ、ちょっとね抜けそうな歯が気になってましたね。そして伏せの指示の後のお座り、伏せからのお座り、そして立ってまた伏せの姿勢に戻る、素晴らしい連続でできてますね。次はマットの練習です。マットの上に乗れたらご褒美をあげていきます。マットを2枚に増やして指を刺されたマットの方に移動してお座りができたらご褒美をあげる、これを右のマット左のマットっていう形で繰り返して練習しているところです。できるようになったらマットとマットの距離もだんだんと離して練習してみてくださいね。マットの上に移動してお座りができたらご褒美、よくできました。ななちゃんも一つ目のマットの上でお座りができたらご褒美、次は移動したマットの上でお座りができたらご褒美、上手にできてます。そしてマットの上で待ての練習もしていきましょう。マットの上に移動したらそのまま降りないでいてくれたらご褒美を追加してあげていくっていう練習ですね。そしてななちゃんは周りを一周回っても動かないように、バッキーくんも周りを一周回っても動かないように、スナッフィーくんも人がぐるっと周りを回っても待ての指示に従って待つことができました。続いてバーンの練習をしていきます。お腹の横を見せるバーンって横たわる指示ですね。おやつをお鼻のところにクンクンさせたおやつをうまく使って倒れてくれたらご褒美をあげる、これを繰り返します。トレーニングを頑張ってくれたのでお遊びタイムです。もうね何回も会ってるワンちゃんたちなのですっかり仲良しですね。今日も激しく遊んでいます。おなじみの光景になってきましたね。そしてみんながねだんだん体も成長して大きくなってきましたね。ゆめちゃんは今日みんなと初めて会ったのでちょっとねママさんの方に隠れがちではありますけれども、みんなに興味を持って出てきてくれてます。みんな4回のクラスの間に大きくなりましたね。そして集中力もアップしていろんな指示に従ってくれるようになりました。お友達とも上手に接することができるし社会性のあるワンちゃんに育ってくれていてとっても嬉しいです。パピークラスにご興味のある方は概要欄からどうぞ。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。